秘宝、メジャー幹部、アスレチックスは本当にひどいチーム、悪臭を放ってる。スポーツ専門サイト、ジアスレチックスのジェイソン・スターク記者が、今季のアスレチックスは1962年のメッツよりひどいチームなのか、と問いかけている。62年のメッツは新設球団で40勝120敗1分け、1950年以降のメジャー球団では最低の成績だ。そのメッツも30試合を終わった時点では11勝19敗、得失点差マイナス47とまだ頑張っていた。今季のアスレチックスは30試合を終わって6勝24敗、得失点差はマイナス118である。4月にアスレチックスと対戦したチームのベテラン幹部は、正直に言って、キャリアを通してみた中で一番ひどいチームだと思う、と話している。タンキングなくせすごいな。歴代の中でも挙げられるクラスなら相当や。オークランドなんて風物詩なのに今更こんなこと言うかよ。くさそ。防御率だけなら巨人も悪臭放ってるぞ。巨人は生前4点台、アスレチックスは他が3点台の中で7点台やぞ。トリプル A の1位球団のが強そう。メジャーのすごいとこってこんなオワコンチームが2年くらいしたらなんか急に優勝候補になることだよな。ここまでのオワコンチームはなかなかないやろ。暗黒エース藤浪、こんなクソチームにも放映権料が平等に分配されるからな。藤浪取ったのも理由あるんだな。